大きなの Bluetooth の受信機です。これ普通の AUX 端子っていうか普通のミニプラグ 3.5mm のミニプラグと端子に挿して、それをレシーバーにして受信機 Bluetooth が受信できるっていうものです。だから普通の AUX 端子しかないその Bluetooth 対応してない端末でもこれを使うことによって Bluetooth 化できるっていう。これ本当に意外ちっちゃいですね。おお、すげえちっちゃい。へえ。付属品はこうね。まあそうだよね。これが赤白のやつね。これミニプラグで、まあミニマイクロ USB か。まあそりゃそうだよねっていう感じのシンプルな中身ですね。僕の A5 はナビが DVD ナビでちょっと古いんで、まあ、2011年式なんですけど、Bluetooth 対応してないっていうのもちょっと、なんだかなっていう感じなんですけど、まあ、今まではね、ドックを挿して、いらなくなったというか、まあ、使わなくなった古い iPhone 4S を、アウディインターフェースで、まあ、そこから音楽飛ばしてたんだけど、こういうのが安くあるっていうのを最近知って、これ使えば、まあ、安く Bluetooth 化できるんじゃないかなって思って。これね、定価が1900円。定価というか、まあ、Amazon での販売価格が1900円なんですけど、まあ、タイムセールで1400円、1500円ぐらいになってて、まあ、それで、まあ、ちょっと合わせて買ってみた感じですね。それでね、今車の中に来て、これね、電源入れて、このグローブボックスの中のインターフェースのこのジャックにつなげます。つなげて Bluetooth をオンにすると、 Bluetooth BRC がここで接続と、すると音楽が流れる。流れますね、Bluetooth で。もう全然関係ないんだけど、この iPhone は8なんですけど、もう純正のレザーケース。あんまりケースってね、正直好きじゃないし、まあ、iPhone のこうデザインが一番かっこいいっていうか美しいんで、あんまりケース派じゃなくて、この前に使ってた 5S の時もスリーブケースって何だろう、スリップインする袋みたいなケースに本革のやつ使ってたんだけど、まあ、今回は背面がガラスになって、であんまりなんかまあ別に、つけてもいいかなみたいな気分的に、なんかちょっと全然理屈を通ってないんだけど、気分的に今回はつけてみようかなと思って、でアップル純正のネイビーのレザーケースつけてます。まあこれ8から8からかな、なんてこう非接触充電というか、ワイヤレス充電か、ワイヤレス充電対応してるんで、まあ、その充電器をこのコンソールの中に置いて、中っていうかこうなんかこう入れたらこう充電できるようにしたいよね。こう、そうね。